はい、七の雫、王瀬。王瀬。密かに会う。あ、密かを探すからか。なるほど。七の雫、王瀬、小塚田、ユーリー。夕の宮から身を助け出したユーリ。しかし、密かの足取りはつかめなかった。残された手がかりは、遮影機で撮影された一枚の写真と密かのトンボ玉から見えた光景だけ。あの川の上流に密かはいる。ユーリは一縷の望みを抱き、山頂にあるという水の源、彼岸湖を目指す。はい。よく読めるな。やってみよう。またここかい。ひなさきさんを助けはしたけど、ひそかのさんの手がかりは得られなかった。射撃に残されていた写真、それにあのトンボ玉に触れた時に見えた光景、水面が広がる場所にひそかさんはいた。氷上山の山頂には彼岸湖という大きな湖がある。ひそかさんはそこに向かったのかもしれない。でん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 。まずは射撃出力を上げます。ブイーン。はい、とりあえずこれやっとかないと。感知はね、後でいいんじゃないかな。吸収を先に上げたいわ。吸収は、霊力吸収なんでね、その強化レンズを使うのであればかな。気をつけとくか一応。うん、まあまあどっちでもいいけど、つけときました。はい、じゃあ行こうかな。レッツゴー、レッツゴー。なんかあんじゃね、あっちない。あんなことがあったのによくまた来るよな。こっち行ったの。うん、そっち行った。なんか右側にある、うん、光っとる。ペカペカ。これかフィルムだ。うん、出ると思ったよ。撮って。なんか濡れっぱなしだね。ね、重要識別フィルムが24枚、これで94枚かな。次撮れないじゃん。え、彼岸ん、あ、残影を追えばいいの。はいはい。残影最初から追ってればいいの。したらでも自動で発動すると楽だよね。びしょびしょや。びしょびしょになってしまった。傘を持ってこようよ。そうな、傘っていうあれないね、この子たちにはね。今頭につける傘あんじゃん。あるね。あの無駄なやつ。まあ顔だけは濡れないんじゃない。いや濡れるわな。飛んでいくことを想定していない。嘘でしょ。しかも重要意識。いや別にそれはどっちでもいい。ポイントが右に行ったぞ。うん、そうだね。いや、なんかアイテムあるかなと思って一応そっち見てみた。あいた、あった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 。いやいやいや、そっちには行きたくない。はい、脇道を歩く黒沢ひそか。はい、左だ、左だ、まっすぐだ、左だ、まっすぐだ。あ、あれだ、ペッカペカしとる。まあどうせ例のあれでしょ、セイロガ。違う、セイロガじゃないぞ。吸収式だ。よかった。こういうの取ってかないとね、お金かかるよ。あ、ポイントかかっちゃうからね。そうちょこ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 ね。んー、なんか来た。ほらイケメンかもしれない。勝手に小さいのと思ってしまった。ポイントです。違うか、これは記憶かな。だな。不穏な音がした。そうだよね。
あ、500ポイントありがとう。なんかさ、ああいう人たちってさ、うん、顔隠してるじゃん。うん、顔隠してるね。あれってやっぱり見られちゃまずいものなのかな。なんなんだろうね、顔を出しちゃいけないのかな、見られちゃいけないっていうか、目が合っちゃいけないとかそういう系なんじゃないかな。怖い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 。あの顔隠してるやつニキビできそう。いや、その前に前向いて歩けないだろう。そうだな。はい、ありがとう。エリクサー。エリクサー、エリクサーでしょあれ。エリクサー、エリクサーだよね。塩水かエリクサーのどっちかです。はい、そっちね。着色料で青が入ってるやつだよね。え、やっぱり嘘でしょ。噛まれてる。何ここ。ウーターマメレの人がいる。500ポイント。人じゃないんじゃない。ご身体。ああ、即身仏なのかもしれないし。怖っ。アセロガナちょっと飲んでみた。え、なんかこっちで合ってるのか。じゃあここなんだ、お墓。お墓じゃない。すごっ、こんなキッチキチに。そうだね。ええ、いろんなとこに行かされるんだね。迷路だ。あ、なに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 。いい感じだよ、マッサン。いや、難しいね。またこの人も記憶見れるのか。違うんだ。500ポイントでしたね。普通の方なんだ。じゃあ、早く解いてください。どちらに。あ、そっちね、はい。いやいや、いや、すごいよな。墓、墓、うん、こっちか。あ、右に。あっちね。右に、右に。アイテムは拾わねばならん。あ、左にも。うん、分かってる。それは分かった。こちらが好きだ。おう、ありがとう。なんか救助式多いな。もうそんな時期なんじゃない。なんという。これはこっちからでは取れない。はい、取れないね。はい。ちょっと手伸ばせば取れんじゃん。そうだよね。まあこういうお墓、そうだよね。また。無視してる。ちょっと気にしてるぞ。はい。500ポイントだ。ありがとう。暗い鬼の手。じゃあそういうやつじゃない。鬼の手、こうかな。こっちか。はいはい。いや、さすがにね、濡れてるからね。変換の戦いは。あ、そっか。そうそうそう。びちょびちょだと敵を遭遇しやすくなるんだよね。左。乾かしてもダメなんだもんね。左に合うじゃん。いい用具やったね。こっちじゃないな。こっちだな、万葉顔。これ絶対手出てくるだろう。いや、出てきませんよ。されたよ。されたよ。違います。こういう時って一回だけなのかな。出てきませんよ。出てきませんよ。はいよ。万葉顔を2個手に入れて万葉顔を1個使う。先生です。来ました、セイロガン。支配右。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 もうちょっと奥行ってから右。左。これ、なんもないよ。左側からかな。うん、ここなんもない。いや、そこにある、ね。うん、分かってはいいけど、こっちからじゃダメ。位置分かってるかなって、見えてるかなって。なるほど。行かれないじゃん。こっちから行くんじゃない。こっち。こっち。二つは。うん。そこから出るか。
なんか、うん、お終わり。なんで？いや、意外とこの普通に取るのが強いのよ。そうなんだ。駆動アイテム取るの？え？取れんの？これ。これは取れる。これはね。その奥にあるフィルムが気になるんだよ。そのフィルムは取れん。取れんの？取れんな。ゼロ式だったらどうするのよ。買う。マスさん、ポイントに物を言わせすぎだよ。フィルムだ。これ違う、ノートだね。私のターンか。はい。お、ひそかの手帳に、ひそかさんの手帳が落ちていた。この前拾ったんじゃないかな。そうか。ひそかさんはやはりここに来ていたようだ。手帳落とす。手帳そんな何個も持って歩かないんじゃない？そうだよね。うん。はい。ひそかの手帳に、この、ララララ先には、この山の、ララにある聖域、ララララと隔子がある。ほぼ読めてない。もし、彼女にその素質があるのなら、あの場所へ導かれた可能性もある。本来であれば、その場所へ呼ばれるのは、私だったのかもしれない。ピーン。待って、ひそかさんの手帳それでいくもしかして。頑張るよ。今ので喉が 90% ぐらいダメージを受けたよ。俺の耳をつんざいてくれる。つんざくなんて言葉使うんだね、日常で。いや、つんざかれてた今の。出せんだよ、私だって。へえ。まあそれは出さない。それは出す、出せる。うん、まあ、うん、いや、出せると思わなかった。そうだよね。あれ、さっき開けなかったっけ。え、入ったよ。入ったよね。うん、あそこお墓。あれ、あ、また来た。これは3人は取れなかったな。失敗した。この後走ってくんだこの子も。無理か。そうだよな。風車が刺してあるってことは、あそこ水子か。じゃないかい。遠い。遠いね。地蔵の前を歩く黒沢ひそか。あれ、お地蔵様なの？あ、ここにあるの全部お地蔵様だ。あるなんて言っちゃいけないな。いらっしゃる。おわします。誰か傘をば。どっちだ。右だ。こっちだ。左だ。はい。大華経を歩く黒沢ひそか。大華経って読むんだ。あ、わかんねえんだ。大華か、華経かと思って読んでる。お、ローディング。怖い人。マガツヒの鏡じゃないそれ。俺、奉納したよね。奉納してる。え、嫌がらせじゃん。ダメですよ、やったら失明しますからね。入れられちゃった。どうすんの？は、はい、終わり。あ、こんだけ顔はっきりしてたのに。クリスマスプレゼント、こんだけ顔はっきりしてたのに、あれだったんだ。あ、まあ、来んのかい。
油断してた。油断してた今。何？告白してんのに。いやこんなにこうはっきりした顔してらっしゃったのに、うん、その霊体だったんだなっていうふうに。黒い表紙の手記1、黒い表紙の手記が落ちていたあの老婆のものだろうか。マジで。いやいいと思う。黒い表紙の手記、また柱を作られればいい。あの入ってこないんだよ、全く何も入ってこないの。それ大柱がなんて書いてるかわからない。なぜやむという行動をまずしてない。読んだ。大きたね。流水門の手記1、同じ場所にもう一冊手記が残されていた。美しい文字で何か書かれているようだ。美しい文字の表現ってどうすんだ。4枚。巫女になったのはあの雨で生き残ってしまったから。たくさんの亡骸の中で一人目覚めた時、私はもう半分死んでいたのかもしれない。いい、そういうのいい。そう、私は人に見えないものが見えるようになった。他の人と違うものが見えた。私は巫女になるしかなかった。しまった、女性だ。そうだろうな。今日三山、御山なのか三山なのか御山なのかに入った。体をそぐような精神にゃんしゃいにゃんしていよいよ三山に入るといろんな声が一斉に聞こえてきて、思わず耳を押さえた。キャー、木々の話し声、石のつぶやき、水の鳴き声、あらゆる場所に重ねられている祈りの跡。一人何役やんだろう。わからない。時間がゆっくり流れて、深山に降る雨粒が一つ一つくっきり見える。うごめく、うん、読めるよそれぐらい。うごめく木々の葉の一枚一枚の葉脈が目に飛び込んでくる。目の端に素早く通り過ぎる死の風景たち、むせ返るような死の匂い。風景の景ってあれか、あれだ。そうか、次のページに進んでくれ。この思いたちの洪水の中で務めを行うには、これから厳しい修行が必要だと言われた。入ってすぐに深山から逃げ出したくなったけど、私には帰る場所がない。どこに行っても同じ、一人で終わる。結局みんな一人で終わるんだよな。カン、今日からの絶撃。カン、2倍のダメージを与えることができる射撃に装備して、霊力が溜まってる時に視覚で使用することができる。カン、カン、使うか、もらうか。ゼロガン、痛くなったらゼロガン。万葉ガンは手に入れたら一回使おう。なんで？どうせ HP 減ってる。そういうことなの？うん。あ、結局どこ行くんだ？え？まだ出てくるのね。ああ、柱がなくなっちゃったんだね。うん、足りないんだね柱が。洪水で流れちゃったんじゃない？はい、そういうことかな。湖に向かう黒沢ひそか。わかんない、いろんなことが重なって洪水になった可能性もあるしね。溢れちゃったって話だからね。いや、ほら、なんか殺人魔の男の人いたじゃん。ああ、はあ、はあ、いたね。うん、あの人がいろいろやっちゃったから洪水になったかもしれないし、洪水が原因で柱がいなくなっちゃったのかもしれないし、柱がもう嫌だってなっちゃったのかもしれないし。なんだこれ、三途の川か。水じゃない、砂浜なんだ。今なんかあの道をも通ってみた思ったのは、あそこ水溢れたらやばそうだなと思って。やばいじゃん、うん、それ多分実態だよ。あ、ちょっとぐるっと回って顔を撮りたかったんだ。 あ、水に入る適切な格好してる。今から泳ぐよ。カメラ持って、ライト持って、いや実体あん分かんない。あれ、こんな髪の毛黒かったっけ。お、今さ、ウニがどんどん巨大化してってるよね。俺も同じことを考えてた。夫婦だからね、よくそこに立ってられるよね。だったらよく逃げないって言うよね。逃げろって。やっぱあの黒い人かな。ああ、そうだね。いや、おばあちゃんじゃないでしょ。あ、本当だ、頭に飾りがついてる。
この前の一撃姉ちゃんでしょ。一撃必殺お姉さん、うん、黒い一撃姉ちゃんだよこれ。おめめが意外と一緒に待ちましょう。相当なんか悪いものを含んでますよね。そうだね、当たり前かな、嫌だっつってんのに押し込まれてんだもん。まず取ってみよう。逃げないとね黒い影から逃げるって書いてある。うう、バカ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 浜が分からない。ちょ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 、やられた。石が1個なくなった。1万ポイント。いやこれどないせん言うねや。んよかった、1個で済んだここは元の岸辺、逃げることができたんだろうか。いや、ここは離れて山降りよ。違くない？何しに来たのよ。密かの影を追って彼岸湖にたどり着いたユーリ。しかし密かの姿は湖の霧の中へ消え、そこに現れたのは密かが残した写真に写っていた黒い影の女だった。黒い影の女には射撃の効果はなく、ユーリはただ逃げるしかなかった。彼岸湖に立ち込める霧の向こうには巨大な鳥居の影が見えていた。あの鳥居の先に密かはいるのだろうか。カン、あ、終わった。